セントルイス墓地はアメリカ合衆国のルイジアナ州ニューオーリンズ市に位置しているローマカトリック教会の墓地であり第1墓地から第3墓地まであるこのうち第1墓地と第2墓地は1975年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されたセントルイス第1墓地はアメリカ合衆国のルイジアナ州ニューオーリンズ市に現存する 最も古い墓地であり、これまでに多くのニューオーリンズの著名人とその家族の英民の地となっている。18世紀後半にニューオーリンズは急速な都市化が進み、セントピーター墓地に代わる新たな埋葬場所を作る必要性が認識されていた。町議会は墓地からの病気が民衆に感染して蔓延することを懸念して、中心部から離れた墓地を望んでいた。そして、 新たな主要な埋葬地として1789年8月14日に開園した映画シンシナティキッドとイージーライバーのロケ地にもなった第一墓地に埋葬されている有名な人物はブーリュー教の女王と呼ばれたマリー・ラビューメキシコ湾で活動した有名な海賊ジャンラフィット近代チェスの創始者と評価されるポール・モーフィーアメリカ建築の父と呼ばれるベンジャミン・ラトローブ 黒人奴隷を連続で殺害したデルフィーン・ラ・ローリーなどである。また、俳優のニコラス・ケージは将来のエミンの地と決めており、2010年にピラミッド型の墓を購入している。1820年にニューオーリンズの市議会は、黄熱、これら、その他の邪悪な病気の感染が墓地から発せられる、毒気によって拡散されたと信じて第一墓地よりも、 さらに中心部から離れた敷地を探した。1823年8月に教会がフェンスに囲まれた敷地を埋葬地としてセントルイス第二墓地が開園した。ダニー・バーカーを筆頭にジャズやリズムブルースのミュージシャンが数多く埋葬されている。他に有名な人物は米英戦争中のニューオーリンズの戦いで、 イギリス軍の攻撃からのニューオーリンズの防衛を支援した海賊のドミニクユー、オステンドマニフェストを推進したピエールスーレ、アフリカ系アメリカ人初の連邦議員のロバート・ B ・エリオットなどである。1975年7月30日に第1墓地と共にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。セントルイス第三墓地は1854年に開園した。 独特な月山式墓地が特徴であり、ギリシャ正教会の墓も部分的に含まれている。また、第一墓地や第二墓地よりも交通の便の良い場所に位置しており、この二つの墓地を合わせたものよりも大きな面積を有する。ありがとうございます。